今日カップルになりました。さあ標識で誕生したカップルにいろんな話を聞いていこうということで、さつき園でカップル成立した萌ちゃんとトーマくんでございます。お願いします。お願いいたします。いかがですか、かすちゃん。かわいい。もう可愛いしか言えない。やっぱでも生で会うとトーマ大きいな。あの男子メンバーが今回全員高身長が多かったから、うんうんうん、そんなにかなと思ったんですけども、リアルで会ったらすごい高い。どうやったらお互いのこの第一印象は。トーマは、でも最初にもう教室入ってきた時からもう、うわ可愛い、マジで。その隣やったんでちょっと喋ったんですよ、その時。うわーみたいな、もうずっとみたいな、可愛いなーに浸ってた。もう隣でずっとお互い最初から言ってましたもんね。あ、そうですね。萌、うん、ちゃんはどうやったの。私もなんかすごい、あのまず大きいなと思ってなんか柔らかい雰囲気があったんです、初めから、うん、落ち着いた雰囲気で、あ、なんかすごい喋りやすくていいなって思いました。どんなところが好きなの、トーマは萌ちゃんの。まあでもその旅中の写真とかを見返すんですけど、うん、もうずっと笑顔なんですよ。いや、もうそれは印象深かった。かわいいみたいな、ずっと。で、喋りやすいのもあって、もうお互い関西やしな。そうですね。萌ちゃんは。萌ちゃんは自分で言うタイプ。自分で言うタイプやね。私はなんか第一印象の時から一緒で、すごいあの落ち着いた人が結構好きなんで、うん、あのすごい喋りやすいし、いいなって。揺らがへんかったん、空と。あ、そう、空くんがめちゃくちゃ喋りやすくて、結構見てても思ったんかなと思うんですけど、すごい盛り上がったのは多分そらくんなんかな。でもなんか見てる側も、そうですよね、結構トーマとそらどっちと付き合うやろうって意見分かれたもんな。分かれましたね。あ、そうですね。そらくんが結構あの友達な感じでなってたんで、うん、はい、なるほどな。そこ問題ですよね。やっぱ仲良くなりすぎると友達になってまうねんもんな。そうか。どうなの、こう旅の中で印象深いシーンっていうのは。俺はあの2日目に初めてその自分からちゃんと気持ちを伝えれて、うん、で自分の中ではそこが一番区切りっていうか一つ。違うのよトーマ、俺らからしたらお前が全然言葉に出して伝えてくれへんから鼻良かったのよ。いけいけ、なんで言わないよ。てれちゃん、ちょっと恥ずかしかった。くれへんし、全然こうへんと思って。だからトーマが最初からグイグイ萌えに行ってたら、うん、空と悩むなんてことはなかったもんな。あ、そうだと思います。でもだからやっぱり緊張しちゃうか。ちょっとめちゃくちゃ緊張してそやな。萌え、うん、はこう旅の中で印象残ってること。その同じ得意のちょっと前の時に、うんうん、あの2人でエネルギーランドの時に、あの2人の中のシーンがあって、うん、その2人になったのが初めてやったから、すごいそこが印象深いかな。だから2人ってさ、そんなになんか強い思い出は多くないよね。あ、そう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 、なんですよ。なあ、はい、なんかしたかって言われたらしてないねんけど。そうなんですよ。そうやね。そうなんですよ。確かに頻繁にツーショットしたかったらそうでもないしな、はい、確かに。お前が誘わへんからこれからですね。そうやな、うん、でもやっぱりどうやったん、成立したって時は。これで終わり、続き見られへんの。そうなんです、標識を最後まで楽しめるのはアベマだけです。続きはこちらからご覧いただけます。ぜひ見てください。見てねー。